はい、悶絶激渋マッチ2匹早掛け、はい、用意スタートです。大宮店代表 M さん、 S さんでいいですね。はい、今日は、大悶絶ですね。2匹だけど何分かかるかわからないみたいな。風は強い、風は強いし、こんだけ獅子止めが難しいのもちょっと珍しいっすね。今頃柏崎さんが応援してますよ誰だかわかんないですよ。あ、そうですよね、知らないですよね。あの溝口さんも応援してますよ。いや、怒られちゃうから頑張ってますよ。遠島さんが俺を出せって言ってますよ。あ、びっくりした今。なんだ今合わせたのかと思ったよ。そんな悶絶とか言いながらすごいな。あ、すごい作戦に出た。もう初めから捨ててる。ちょっと今いろいろ見てるんですよ。ああ、ミスター小菅。やはり予想通り、お二人ともまだバイトもないようですね。もう完全予想通りですね。ザ・悶絶マッチ。あ、うわー、もったいねー。やばい、これ一バイトすごい価値だよこれ。やばい、今絶対乗ったのに。何気に緊張してますか？プレッシャーかかるもん。そうですよね、柏崎さんに溝口さんに東島さんにみんな見てますけど、ビッグネームばっかり。距離を来ましたね。距離を作戦で。いやー、俺 S さんがこんな苦労してるの初めて見たよでも前回もそんなにはかなり苦戦して。小菅、はい、でもあれルアー縛りだったもんね。あれ 1.8 で最初。そうそう、ルアー縛りだからね。なんだかんだ言っても俺川越チャンプだからね。まずいよね、チャンプとしては。あ、来た、来ました。それさ、ドラグ効いてないよねそれもでかい、マジで。うわー、結構大きい、ね、大きい。松崎。はい、OK でーす。来たー。そん時M さんは、背中を丸めてルアーを描いていました。ちょっと波に乗りたいっすね。乗りたいね。で、ドラグそんな緩くていいんだ。いや、緩めといて、緩めっぱなしでしたね。ああ、やっぱそうだよね。忘れてました。ちょっといくらなんでもひどいかなと思って今。ひどいですね。お、結構すごい。これ上手になるよ。今早かったね、バイト。早かったっすね。うん。死んでる場合じゃなかったよ。遊んでなかったら絶対当たるとびしてる。それ俺に言われても。使ってるかとか言った方がいいですか？あ、でもまだわかんない。魚頑張っちゃうかもしれないし。頑張っちゃうかもしれないし。はい、OK でーす。さすがっすね。はい、S さん。はい、勝因は何ですか？勝因は何ですか？勝因、最初羽狙ってたんですけど、はい、全然なんか羽あんま良くないんで、はい、沖の
フォールでしたね、沖の、沖のフォール中層ぐらいでフォールでしたね、1匹目もボトムじゃないですね、ボトムじゃないです、止めて、ステイとか出じ巻きとかしてないんで、1匹目はその駆け上がりのあたりのフォールで、あ、がっくり、これやばいよ、これ次のボーナス響くね、大宮店の調子です。ルアーは何ですか？ルアーボトムキラーのベージュの 0.4 です、ね、0.4 ですか、鉄板ですね、はい、おめでとうございました、ありがとうございます。敗因は何ですかね？敗因はあの白鉢使ってないことですね。あ、もう問題外だね。いつの間にか白鉢じゃなくなっちゃいました。ああのラインブレイクしたんで、あ、ラインブレイクしちゃって、あーで、リール取り返しかなかったね、スプールごとね、スプールを取り返すかね。そうっすか、これ会社の風当たりが、あの顔にモザイクかかってる、ね、あ、そうですよね、そうですよね、そうですよね。